政権取らせていただいた間にですね、信頼を失ったということについても、これはもう我々としては受け止めなければいけないことだと思っていて、その信頼回復を得るための第一歩だとも思っています。今回見ていただくとお分かりの通り、実は工程表などの数字が入っておりません。でそれはなぜかというと、政権選択の選挙ではございませんので、我々としてはこういう形でやっていきたいということを示すために作らせていただいています。まだですね、時にもあったように、最低保障年金の額をどこに決めるのか、どこに設定するのかとかいうことについて、これは決めきれておりません。でこれは国民の皆さんと相談してですね、いろいろ議論をしていかなければいけないところがあると思っています。でそれから財源のことについてですが、消費税の引き上げというのは、これは基本的には社会保障の充実などに充てることになっていますから、そちらから十分にですね、捻出できるものだというふうに我々は理解しております。はい。